寒い。これって色ってオリジナルですか？オリジナルです。オリジナルでこれ。これちなみに K で言ったら何なん？ K 何なん？え？2 K 2大丈夫ですか？あら。ちょっと湿ってる。彼女と暮らすんです。あ、広かったね。解体は儲かったですね。で、僕らもつけた。僕は知り合いが、あの、木のチンプのリサイクルまでしてもらって、ふとしとられて、たまたまもう、はじめはあんまり、あの、来たくないところだって思うけど、シート高くないですか？特にほら、あの、レース用のほら、CRF の450とかもう。まだ8年ぐらい前です。これ5万円で買ったっけ。5万円、うん、5万円。もう布団ほぼ腐ってる。すみません、秋さん。あ、終わりです。あー、ほんとに。では取りましょうか。あ、いいですか。はい、前に出せばいい。秋さんじゃないかなもう何回か来たんですよね。でも寒いですよ、くるめにくじって。はい、おめでとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。どうも。ちょっと待ってくださいね。この前これ乗ってたんですよ。あ
もう中古車のバイク自体がもうあと1台2台引かないぐらいかかる、買えるぐらいこのカスタムの感だけで、これやっぱ調整こうなる、これやっぱ調整やっぱやってたんですよ、もうやるときはもう8分で買った、本当ですか、8分で買った金で、パチンコ、うわーすげえ、パチンコで買った、いやだけどバイクもすっげえですよね、まあ買えるから、はい。はいはい。はい。VD。ああはいはい。このブレンボってこれ川崎用のブレンボ。いやいや違う。なんか見たら川崎タイプ。川崎って。あ貼ってるだけ。いやでしょ。いやなんだこの。ああ違う。ブレンボいいですもんね、もう全然もうだって日清とか時子とか国産のもう暗いもんならないですよね、あんなもう、いやでも分からんねそれ、あ分かんないですよ、今純正が大体ほらあのホンダ系とか鈴木とかヤマハ系によっては違うでしょ、楽しいですね、気合入ってる、気合入ってますね、なんかもう眩しいですね、このホイールが眩しい、てかいないでしょこのキラキラホイールあんまり、でなんかもうなんか最後って言ってましたね、なんか色付きしか出ないって言ってましたね、今後やっぱコストかかるからでしょうね、これだってほら磨かないといけないでしょ、ポリッシュなんで、うわ幅広すぎて、あ、うん、だけどそれも強引に曲がっていって、アルミのこのこれ箱、はいはいはい、アルミの、はい、アルミのノーマル、あー、はい、重いけん、はい、いや、ノーマルのカットしましょう、うわカットして、これだけ貼り付けます、えらカビけん、あ、なんかあのアメリカのビレットっていう会社がよくこの、はい、このタイプのなんかグリルとかこういうのこういう、あれとかつくから、あーはいはいはい、あお友達みたいな、